とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー3周やっていきます。もうほぼほぼ死ななくなったね。間違いなく楽勝になってきてると思います。で、30回のボスだけども、いつもベビークロス棒を使って倒してますけども、今回は、魂の棒に、一番最後、変えてみました。で、一番右をこれね、オーバーチャージにしようとしたら間違えて浮遊射撃を入れちゃったのよ。全く意味ないね。まあでも、ボスは特に問題なく倒せるとは思うけどね。問題はないとは思うんだけど、ミスったなぁ、本当に。何をやってんのよ、ほんと。これね、オーバーチャージ入れて、おいおいおい、何してんの？オーバーチャージ入れての、クリティカルが出れば、結構ダメージをね、入ると思うんだよな。ちょっと待って、こっちゴーレム来て、ちょっと待って、ベビークロスボウの方が使いやすい。魂の棒。いや、多分強いのよ。おそらく強い。けども、やっぱね、浮遊射撃入れたのが本当バカだな。何やっちゃってんの？本当に。浮遊射撃がなければ、間違いなく強いんだけどね。いやいや、むしろ弱くしちゃってどうすんのよ。オーバーチャージだったらもう絶対倒してるはずなの。よし、とりあえず倒した。いやー、ミスったな。まあまあ、とりあえず今1周目なんで、2周目は間違えずに、ここオーバーチャージ入れていきましょう。どうだろうね、雑魚と戦うにはベビークロスボウの方がね役に立つんだけど、ボス1対1に なった時がこっちの方が強い気がするんだ。どうだろうか。報酬はしょぼすぎ。なんかね、ユニークが最近並んでたんだけど、急に変わったね。どうした？これはもうマウラーズしかないでしょ。マウラーズ、いや、マウラーズも結構いっぱい持ってるけど、まあそうね、マウラーズはお供え物として結構優秀なのよ。これ結構パーセンテージ上がりやすいんで、マウラーズしときましょうか。これはい、登ってきました。2回目、ちゃんと今回はつけてきました。オーバーチャージだね。若干チャージ時間長いんだけどね。でもまあいけるっしょ。ゴーレムがうまいこと盾になってくれるのでいけるっしょ。矢も100本以上あるので大丈夫だと思います。おいおい、どこだ、もう1体いるでしょ。いたいた、いくぞ。これチャージ時間長すぎ。こいつにはあんまり向いてないかも。 OK、 よし。これはもうおとなしくベビークロスボウにしてた方が間違いないかもしれん。今回早く倒せたのはゴーレムのエンチャントがいいやつがついたからだよ。決してね、魂の棒のオーバーチャージの威力じゃない。これならもうベビークロスで巨大化をギリギリまでやってから倒した方が早いね。早いし、雪玉がついてるんで、敵の弾を消してくれるんで、そっちの方がいいな。なんかこれ、よろしくなかったです。次は、普通に行こう。やめましょう。何が来る？ファイアボルトか。ファイアボルトはね、一回ね、263のマルチショットのやつを、試しに使ってみたのよ。よくなかった。全然使えるやつではなかったですね。
あ、でもダイナモか。いやでも一回修正されたのがまた戻ってくるってことはないでしょう。ダイナモのね、爆弾弓はめちゃくちゃ強かったんだけどね。まあまあないでしょうね。谷の小玉もう良くないね。ロールチャージ浮遊射撃はついてるんだけども、クールダウンショットはないね。いや、ファイアボルト持ってたとしても、そうね、一回修正されたやつはもう戻ってこない、元には戻らないということで、谷の小玉にしようか。お供え物になりますんでね。これで3周目に行きましょう。それでは3周目ですね。22階がどうしても難しいっていう方が、いるみたいなので、ちょっと詳しく説明しながら行きます。まずここでの装備だけども、これをしてます。ゴーレムキット、愛のメダル、エンチャンターの書で、ボーンクラブに弱体化3、アイテムボーナス2で、ビーネストアーマーのビーストボス、ポーションバリアで、虚無の攻撃、テンポセフトのベビークロスボウですね。ビーストボスが結構重要になってきます。ゴーレムの攻撃力が増えるので、それにさらにエンチャンターの書で上乗せで、ビーストボスですね。基本的にゴーレムがいないと結構きついステージになるのは間違いないですね。まずスタートして手前の壁があります。そこあたりで、ある程度の敵を処理しましょう。このあたりだね。このあたりである程度の敵を処理します。で、敵がね、ある程度できたらゴーレムにエンチャント、そして愛のメダルを使います。で、基本任せて大丈夫です。基本任せる形で戦っていきましょう。で、この上のところにエンダーマンが、いますので、まずはエンダーマンと戦っていきます。あー、ちょっとね、ゴーレムが嫌な場所にいるな。ゴーレムがね、ちゃんとエンダーマンに反応してくれるときはいいけども、反応しないときがね、ちょっと辛くなります。愛のメダルで仲間になってもそこまでいい感じで動いてはくれない。基本的に、距離を取りながら矢を使って、ベビークロスボウだね、あれを使って倒しましょう。近寄ってしまうとね、結構危険なので、そこは注意してください。で、次ガストに向かいます。透明化のポーションがあればそれを使っていっていいんだけども、まあ今回はないと仮定していきます。ポーションバリアで 90% 軽減、それを使って特攻します。で、近づいたらゴーレムを出して、ベビークロスボウのテンポセットで敵の動きをある程度止めてやります。そうすると倒すことができるので。で、あとは雑魚敵が少し残ってますので、それを、ゴーレムもしくは、愛のメダルを使って倒していってください。終わりかな。はい、まあこんな感じですね。若干時間かかるかもしれないけども、ポーションを回復するまで待つとか、ゴーレムが生き返るまで待つとか、そういったちょっと待ち時間を使ってやると、まあ安全に、比較的ね、安全にクリアすることができると思います。22回の攻略でした。それでは3周目クリアですね。報酬見てみましょう。どうだろうか。酸っぱい酸っぱいやつだこれは。夜じゃなくて魂だったか。となるともう監視持っていくしかないでしょう。監視はね、別にいいお供え物でもないんだけどね。まあ仕方ない、これしかないんでこれにしときます。はい、ということでタワー3周やってみました。22階の攻略もやってみましたけども、あそこはね、ちょっと時間を作って落ち着いて
回復するまで待つとか、そういう風な時間を使っていくと簡単にクリアすることができるので、慎重に行ってみましょう。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。